姫路市は近畿地方西部、兵庫県の南西部に位置する市、中核市及び国際会議観光都市に指定されている、神戸市に次ぐ兵庫県2番目の都市である、また、張間地方最大の都市である、周辺自治体を含め77万3389人の姫路都市圏を形成する75万6946、 中張馬県民センターの管轄。兵庫県内、第2位の商工業と人口を要する都市であり、張馬地方の中心都市。世界遺産の姫路城、諸社山園教寺、三大工人教の一つなどの喧嘩祭りなどの、晩秋の秋祭りが有名。他地方出身者は、姫路を、姫路と、頭高型アクセントで読むことがあるが、地元の人間にとっては、 違和感を覚える発音で、地元の発音では、姫路とすべて高く発音する。ちなみに日本放送協会の日本、語標準アクセントでは、姫路と読んでいる。辰野市民都庁にある、綾部山から望む姫路市中心部姫路城を、姫路市外北方の高峰山より望む。兵庫県の西部、針間地方の中心都市で、針間平野の中西部に位置し、 地域の中東部を市川が、中部を船場川や野田川が、中西部を夢崎川や大津茂川が、西端を伊保川が、それぞれ南流して、張間灘へ注ぐ。張間灘沖には、家島諸島がある。姫路市の中心部に、姫路城が立つ姫山、中心部北部に高峰山と増山、北西部に、諸社山、北部に、明神山、雪彦山がある。 地域を東西に貫通する形で、山陽新幹線、山陽本線、国道2号が通り、姫路駅は姫路城の真南 1km に位置する。市街地は姫路城の城下町が原型となっている。2006年3月に JR 山陽本線等連続立体交差事業で、高架化が実現、同時に姫路駅周辺の土地区画整理事業により、 姫路駅南側への発展も見られる。日本の気候区分でいう瀬戸内海式気候に属する。冬は、基本的には、晴天の日が多いが、南岸低気圧通過時や、強い冬型の気圧配置時など、年に数日積雪が見られることもある。太平洋高気圧に覆われる夏季には、瀬戸内海沿岸特有の、なぎが発生し、日中の気温は35度を超える、猛暑。 国所となる日や熱帯夜になる日もある。年平均気温は摂氏15.2度。降水量は年平均1199.0ミ、mm、リメートルと日本国内では比較的少なめ。局地は最低気温1963年1月24日引く摂氏10.0度。最高気温2020年8月31日摂氏38.0度。 月最新積雪1984年1月31日19センチメートル。旧家島町では、数の通り、より長い日照時間と少ない降水量であり、瀬戸内海式気候の特徴がさらに顕著である。姫路市中心部周辺の空中写真。1980年撮影の10枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。会場で隣接なら時代、張馬国の国府が置かれた。本町遺跡が国画跡であると推定されている。江戸時代には、西国将軍、姫路最小と呼ばれた池田輝正によって姫路藩が成立し、姫路はその城下町として整備された。現在の市街市にも城下町の町割りが残る。 明治維新における廃藩地県の時期には、鹿間県の県庁所在地となった。しかし、1876年8月に、鹿間県が兵庫県に編入されて、以降は兵庫県に属している。近代以前の歴史は、針馬国、姫路藩、姫路城歴史、遠隔の各項目も参照のこと。姫路城の位置する姫山の古名、姫路の丘に由来すると言われる。 この地名は古くは、カイコのことを姫子と呼んでいたことから、かつてこの地が養蚕業の盛んな地域であったことに、ちなんで付けられたと思われる。ハリマ国風土器にも、姫道宮の地名が登場する。は、在職期間衆議院小選挙区は、旧鹿島、夢崎高寺、安富町が、兵庫県第12区、それ以外の区域が、兵庫県第11区となる。太平洋戦争前は、 大日本帝国陸軍の第10師団司令部、不評第10連隊や姫路陸軍英寿病院などが、姫路城内及びその周辺に置かれ、後に、野砲兵第10連隊が、姫路城の北方に置かれた。現在、姫路陸軍英寿病院は、国立病院機構姫路医療センターに、野砲兵連隊の跡地に、陸上自衛隊、第3特化隊、第3公社特化大隊,隊等が駐屯する。 姫路駐屯地が置かれている。2020年4月1日現在、2000年以降、人口はおおむね横ばいである。大手前通り、姫路駅前から姫路市の市政施行当初の範囲は、姫路城の周囲に限られていた。戦前にその周囲の村を合併し、戦後は GHQ 式下の合併を、はじめ、6度の市町村合併を経て、昭和時代としては、 かなりの面積を誇る市となった。政令指定都市への移行を目指して、姫路市と周囲の市や町との合併が模索されている。2004年3月までは、姫路市、家島町、夢崎町、高寺町、安富町の間で、姫路地域任意合併協議会が設置されていたが、翌月の4月より、姫路市、高寺町、 安富町との姫路地域法定合併協議会が7月より姫路市、家島町合併協議会及び姫路市、夢崎町合併協議会が設置され最終的に2005年2月8日にこの4町と姫路市の合併協定書が調印されたこれにより2006年3月27日に家島町、夢崎町、高寺,寺町、安富町が 姫路市へ編入された。政令指定都市の指定要件は、合併する新市を対象に人口70万人に緩和されたが、合併後の姫路市の人口は約53万人であるため、第2次、第3次の合併や指定要件のさらなる緩和を働きかける、等、中長期的に政令指定都市の実現を目指している。政令指定都市でも、 合併とクレー法で成立した市でもないが、市の一部に広域地名としての区が存在する。市の南部から西南部にかけて、鹿間区、広畑区、大津区、正サル玄区、阿保市区、余るべ区の6区がある。1946年3月1日に、鹿間市、鹿間郡広畑町、白浜町、伊保郡、阿保市町、大津村、勝、原村。 アマルベ村を編入した際に、すでにあった町名と区別するために、旧市町村名をつけたものである。地名の一部であり、例えば、鹿幕で一つの地名である。当然、区役所はなく、法人格もない。かつて、福井県小浜市の一部でも、同じ手法が取り入れられていたほか、山口県周南市の旧徳山市一部地域でも、同様のケースがある。病院市北部を中心に野菜、 果物の露地栽培が盛んである。水田も多く残っているが、近年その宅地化が著しい。市川、夢崎川から流れ込む栄養分によって、ハリマナダの魚介類は豊富で美味であり、漁業も盛んである。兵庫県内に二つある中央卸売市場の一つ、姫路市中央卸売市場が置かれている。戦前から臨海部に、 日本製鉄広畑製鉄所や山陽特殊製鋼、合同製鉄、大和工業の工場が設置され、製鉄業が発展したが、近年は、航路の操業停止などにより、縮小傾向にある。他に、東芝姫路工場や三菱電機姫路製作所に、加え、ダイセル姫路製造所や日本火薬姫路工場、日本触媒姫路製造所、 住友製菓姫路工場などの化学品工場。また、牛尾電機や吉川工業といったエレクトロニクス関連工場など市内には大規模な工場が多い。さらに、関西電力の姫路第一発電所、姫路第二発電所や大阪ガスの姫路製造所基地なども立地している。近年では、鹿幕目が北町にパナソニックが液晶パネル工場を2010年に稼働した。 周辺部材工場も集積している。敷地面積は約48万平方メートルで、相当資額は約3000億円であった。合わせて大日本印刷姫路工場も設けられている。また上述の山陽特殊製鋼や大和工業のほか、安賀市餃子等製造の餃子工、かまぼこ、ちくわ製造の山さまぼこ、手袋の製造。 販売大手の昭和グローブ、プロジェクター用、ランプ大手のフェニックス電気、フラットディスプレイ光学フィルター製造、太陽光発電パネル製造販売大手のフジプレアム、モーターポンプ製造、販売大手の参照電気、船舶用電気作用手の西芝電機、自動販売機等製造作用手のグローリーなどが、姫路市に本社を置いている。地場産業としては、比較、ゼラチン、 マッチ製造、生産などがある。ちなみに、姫路仏壇、姫路白菜飯川細工、妙珍火橋、白鷺染め、和老く、姫路独楽、姫路張子玩具は、県の伝統工芸品に指定されている。大和屋敷姫路店西松屋チェーン、新規バスなどが本社を置くほか、多数の企業が、支社、支店や出張所を置く。 過去に存在した店舗多摩津き有名な晩州で延べそうめんのイボの糸は姫路でも盛んに広告、販売されているが、産地という点では、辰野市などイボ川中流が本場である。同様に塩味饅頭も赤牛市が本場である。指定金融機関、三井住友銀行姫路市内に晩州信用金庫及び姫路信用金庫や兵庫信用金庫の3個が、 本店を置く。第二次大戦前には38銀行と姫路銀行の本店が姫路に置かれていた。しかし、戦時体制づくりを進めると銀行や新聞社は一県一社に合併され県庁所在地のみの立地となった。この中で38銀行と姫路銀行は合併により神戸銀行となった。 全国的に県庁所在地に銀行が多く、県庁所在地以外の都市に信用金庫が多いのは、この名残となっている。カテゴリー、姫路市の企業も参照テレビジョン放送、FM ラジオ放送 AM ラジオ、放送トランジットモール化された大手前通り。近隣地域も含めて、自家用車の保有率が非常に高いモータリゼーションの、特に進んだ地域であり、 市内の道路では交通渋滞、交通事故が頻発している。特に山陽本線を越える道路の渋滞は慢性化しており、姫路駅周辺では数年間にわたり JR 線の立体交差工事が行われた。部分完成2008年万単線、姫新線部分完成また、交通事情改善のために LRT 導入の構想が浮上している。かつては、 姫路市交通局が姫路駅手柄参観で市営モノレールを運営していたが乗客減などによって営業開始からわずか13年で廃止されている。急行寺町との境にまたがって張馬空港の建設が計画されていたが凍結状態にある。姫路駅山陽姫路駅中心となる駅は姫路駅及び山陽姫路駅。かつて存在した鉄道かつては 姫路市企業局交通事業部が市内を運行していたが、2010年3月26日に廃止され、路線は新規バスに譲とされた。家島諸島へは長らく家島汽船が航路を運行していたが、高速家島、高吉ライナーの参入により、2005年に倒産、運行停止となった。姫路城は時代劇などの撮影にしばしば使用され、近年では、 姫路フィルムコミッションが映画ラストサムライのロケに諸社山遠教寺を圧戦するなどの活動を行っている。また、姫路は日本屈指の祭りどころでもある。2011年全国産業観光推進協議会の第5回産業観光まちづくり大賞で金賞受賞。姫路市の郵便番号は2007年2月13日より以下の通りとなった。 姫路市の市街局番は2006年5月14日午前2時より4桁、ないし5桁から3桁の局番079に切り替わり、旧市街局番の4桁目以降が市内局番の先頭に移行した。ただし、旧安富町の区域の市街局番は今まで通り0790であり、変更はないには市街局番079が必要で市街通話料金がかかる。 ありがとうございます。